そろそろお前さんに話して聞かせたいことがある。黒き闇、黒の狂気のことじゃ。環境が大きく変わり、多くのモンスターが減ってきている。黒く枯れた草、凶暴化したモンスター、それらに心当たりはないですか？目撃された黒いモヤが黒の狂気だとしたら、近くに狂気化したモンスターがいるはずだ。この村は黒の狂気にやられているんだ。黒の狂気ってなんだ？なぜ世界を蝕む？なぜ俺たちの村を襲った？黒の狂気を消し去らなければ。じゃが希望はある。絆石には黒の狂気を浄化する力があるのじゃ。俺たちなら黒の狂気を止められる。モンスターとだって心を通わせられるのに、人間同士が理解し合えないなんて。ハンターとライダー、狩る者と育てる者、モンスターの恩恵を受けて生きる者同士、そう考えれば俺たちは同じだ。ずっと自分にできることを探してたんです。友達を、みんなを助けたい。今は闇の力が大きくなりすぎたようじゃ。間もなく闇が世界を飲み込む。嘘だろ、お前まで黒の狂気に。絆石で暴走を抑えてください。証明してみせろ、ライダーとは何なのか。モンスターと絆を結ぶってことの意味をな。Hehehe